新年おめでとうございます。もうすっかり日常に戻っておられることだと存じます。お茶の世界では1月は何かとお忙しいので、2月に20日間と申しまして20日間をいたしまして、2月までおめでとうございますとお互いに言い合っております。立派なお茶室はなくともお茶会はできます。利休の7足の中、利休の茶道精神の中の一つでございます。茶は服のよきように立てという言葉がございます。服のよきとは、美味しくいただくだけではなく、亭主の心遣いに心から感謝し、客もまた客の喜んでいる心が嬉しく受け取るということでございます。そうした心配りの極限の境地がこの明快な言葉に表現されております。もてなす心ともてなされる心、それが一致していれば立派なお茶会ができます。最近は流麗が多いので、このようなソファーで茶会をすることもできます。お気軽にお茶会を開催されていただきたいと存じます。今回はお菓子のいただき方と流麗でのお茶のいただき方をレッスンしてまいりたいと存じます。では早速まいります。お菓子は季節感を表すために亭主が最も心配りをするものの一つでございます。見るだけでも楽しく心豊かになります。もちろん舌にもすごく美味しいお菓子でございます。お手前をする方がお菓子をどうぞと言われましたら、左右お隣いらっしゃったら、お隣とご自分の間に菓子器を置きまして、お先にと言います。お菓子をまずお隣の方に見ていただきます。ご自分の前に持ってきました。お菓子頂戴いたしますと、これはお返しと申しまして、このお返しの1枚だけをこのように折り上げます。で、お菓子器の前に置きます。この用事と菓子器、このようにこちらの方に用事がついています。これを今1枚やった中に置きまして、お菓子前に置きます。ちょっと見にくいですよね。このようになります。で、左手で持って、右手で黒文字を持ちまして、横から滑らします。で、お菓子上から1、2、
一個だけ取ります。で、黒文字をこのお返しの左上端で軽く拭きます。で、菓子器に戻しまして、右左連脚の横のご自分と連脚の間向こうから貸し切りを取りまして、切って食べます。お菓子をいただくときはあまり下でも美味しくなさそうだし、上でもちょっとがめつく感じますので、帯の上線ぐらいの高さでいただくのが最も美味しくいただき美味しそうになると思います。このようにおもがしは刺しても構いませんので、貸し切りで切っていただきます。本当は全部食べるのですけど、お稽古ですからちょっと食べたとして、このように食べましたらまた用事もお返しの横できれいに出しまして、貸し切りに元に戻します。このように戻します。で、これはお返しの真ん中に置きまして、食べたこのお返し、一番上のお返しは3つぐらい折りまして、で、お返しの真ん中に置きまして持って帰ります。基本的にはお菓子は人数分だけ用意されております。で、みんなお菓子を取りまして、一番末客の方はこの黒文字がございますので、左右一回回しまして、左右で回しまして、左上の方にこのように置いてたら、どうぞ、終わりました、菓子器をお取りに来ていただきたいという無言の会話がございます。ですから回してご自分の左上の方に菓子器を置いてたら、お菓子の取り方が全員終わったということに。お茶は無言の会話がございますので、やはりお稽古が大事になってまいります。次にお茶が運ばれてまいります。その時は無言でお運びの方も礼をいたしますので、こちらも礼を受けます。ご自分の方にお茶を持って、連客の方のご自分と連客の間にお茶を置きまして、先ほどのようにお先にと申します。ご自分の前にお茶を置きまして、お手前をされる方にお手前頂戴いたしますと申します。で、右手取って左手軽く感謝いたします。ゆっくり一回回します。二回回すところもございますけど、ゆっくり一回90度回します。絵がないと、これは絵がありませんけど、普通絵があるお茶碗が、お茶碗でお茶を立てても持ってこられたら、絵がないところで飲むために
正面を避けます。そしてまず二口いただきます。結構でございます。二口いただいたら結構でございます。お手前をしている方に亭主に申します。あとはご自分の好きなように何杯何回でも結構でございますって飲みます。飲んでしまいましたら親指で中を一つ、外を一つ、人差し指で上を一つ開けます。でお返しで汚れた手は拭きまして、ご自分の前に一回、これも今度は正面を自分の前に持ってまいりまして、そして拝見と言いますけど、お茶碗の拝見をいたします。あんまりお茶碗を動かさないで、まずご自分が動いてみまして、お茶碗も高価なものを出されますので、あまり高く上げていたら、もし傷をつけたり落としたりしたらいけませんので、できるだけテーブルに近いところで、畳でしたら畳に近いところで拝見をいたします。いいものに出会ったら心が豊かになりますし、美しいものは人に感動を与えますので、その出会いがご自分の人生も素晴らしいものになるような幸せな時間となります。そして拝見が終わりましたら、相手の方に絵を向けまして、無言の会話となります。どうぞ持っていってくださいという会話になります。そしてお運びの人が来られましたら、取られるときに、ご自分のものを取られるときに礼をいたします。で持っていかれて、お運びの人が全部持っていかれまして、すべての茶会が終わったら亭主が挨拶をいたします。その時扇子このように置きます。右に蝶通貝があるような形で、このようにしてご自分の前でありがとうございました、お礼のご挨拶をいたします。それでお茶会が終わりとなります。最初に申しましたように、やはりもてなしの心と、もてなされた心、もてなされる心が一致したら素晴らしいお茶会になりますし、非日常の充実した時間を過ごすことができると思います。最後までご視聴ありがとうございました。